在朝鮮日本郵便局とは、明治時代に日本が朝鮮半島に設置していた郵便局である。1900年に発行された朝鮮の文字を入れた記念切って1876年、日本と朝鮮の間に日朝修好条気が締結され、これにより日本は富山に居留地を獲得した。この時設置された政府機関の一つに郵便局があった。 日朝間の郵便物交換の便宜を図るためであったが、これは当時の朝鮮には近代的郵便事業が行われていなかったためであり、朝鮮半島に近代的な郵便事業が実施された最初の事例である。1876年11月10日の富山郵便局を皮切りに、1880年に元山、1883年に三河、 1888年にハンスンと朝鮮各地に日本による郵便局が設置された。これらの郵便局では日本切手がそのまま使用されており、現地通貨で販売されていた。ただし、1900年1月1日から1901年3月31日まで日本で使用されないようにするため、朝鮮と文字を入れたかすり切手が使われていた。 朝鮮では1884年に公営職の指導の下で近代的郵便事業が開始されていたが更新政変の影響で閉鎖された。1895年には再開され、1900年には万国郵便連合に加盟した。1905年には日韓通信業務合同によって朝鮮半島全土の郵便事業が日本に接収され、 在朝鮮日本郵便局に一本化された。ありがとうございます。